64式 7.62mm 小銃は、主に、陸海空の各自衛隊と、海上保安庁で使用されている、自動小銃。64式 7.62mm 小銃を、抱える、自衛官候補生1964年に、正式採用された戦後初の国産小銃である。開発と製造は、法和工業が担当し、自衛隊と、 海上保安庁で採用された。アサルトライフル、もしくはバトルライフルに分類される場合がある。日本人の体格を考慮した設計となっており、命中精度を高めるために2脚を標準装備する。また、連発時の命中精度向上を図り、観測機構による低発射速度や横ブレ振動を防ぐ部品形状、配置を採用した。 1984年度における製造単価は約17万円。弾装はダブルから無式で最大装弾数は20発。弾薬は有事の際に在日米軍との弾薬を共用することを考慮し、当時のアメリカ軍が配備していた M14 と同規格のいわゆるフルサイズ小銃弾の一種である 7.62X51mm 弾を使用した。 この弾薬は反動が強くフルオート射撃に向かないため通常は装薬を減らして反動を抑えた幻想弾を使用する。この 7.62mm 弾の採用は当時採用されたばかりだった62式 7.62mm 機関銃との弾薬の統一化も含まれていた。正式採用後、99式単章銃やアメリカ軍から 供与されていた M1 機銃や 7.62mm、小銃 M1 を更新する形で配備が行われ、23万丁以上が製造された。また、陸上自衛隊では、狙撃銃としても運用された。後継小銃の89式 5.56mm 小銃の採用をもって製造を終了した。陸上自衛隊の普通化など、 戦闘職種に限れば、更新は完了し、広報職種も順次更新が進んでいる。一方で、予備自衛官用装備や、海上自衛隊と航空自衛隊の自衛用装備としては、未だに、主力の小銃である。64式の開発には、99式短小銃の開発、製造を行った、法和工業が担当し、新中央工業の岩下建造や、 技術研究本部の角瀬光を日本成功所と陸上幕僚幹部部機関の顧問を兼任していた道金吉和元陸軍少将,将など戦前戦中に銃器開発に関わり四式自動小銃を手掛けたメンバーによって進められた。1950年10月警察予備隊の発足に伴いアメリカ軍より M1 機銃が供与された。これが 警察予備隊にとって初めての小銃となった。翌年1951年3月からは 7.62mm 小銃 M1、1952年には増員に伴って3万5000人分の火器不足からアメリカ側が接収していた、急日本軍の99式炭小銃が供与された。第二次世界大戦と朝鮮戦争で使用されていた。 中古品であることから、様々な程度で故障が発生していた。一方、99式は正式型、戦時型、2式小銃などの部品が入り混じり、互換性を失っていたこと、弾薬統一のために、30弾薬 M2 を使用できるように改造したことで、その重量の軽さも、相まって反動が増加していた。現場ではすでに、安全装置をかけていても、 引き金を引くと発火する、発砲中に重心が割れるといった問題が多発していた。新小銃の開発が行われている最中の1961年には検査のために500兆の99式が飽和工業に持ち込まれた。99式の開発に関わり64式の開発を手掛けていた岩下健造も加わって行われた検査の結果、有底。 激震、安全死の合格点数は0、おずつは2個、激震止めばね37個、銃として満足できるものは1丁もなかった。この結果を報告された陸上幕僚幹部は即刻射撃禁止措置を取った。このような小銃の不統一と旧式化から新小銃採用の動きが出始めることとなる。1957年に防衛庁は、 アメリカ軍から供与され、使用していた 7.62mm 小銃 M1 や99式単小銃などの後継手として、国産小銃の開発を計画し、新型小銃の研究を技術研究本部で開始した。また、同時期に60式 12.7mm、スポットライフルの開発も手掛けていた、法和工業は、基本と連携を取って、 新小銃の自社開発をスタートさせることを決めた。なお、小銃開発の機運が高まってくると、それを嗅ぎつけた各商社から、開発ではなく、輸入をと海外の自動小銃のパンフレットや使用書が、多数送られてきたという。だが、これら海外製、アサルトライフルは、体の小さな日本人向けとは言えなかったことから、 日本独自のライフルを設計、生産する方向へと向かった。開発開始に先立つ1955年、陸上幕僚幹部のオペレーションズリサーチ班は、全国4000カ所に及ぶ、戦場敵地を研究し、見通し線の距離を調査して、自衛隊が求めるべき小銃の所要有効射程を、算出した。また、開発にあたっては、日本軍が、 敵側の自動小銃に苦しめられた教訓に基づき、M1 ガーランド、M1 カービン、M14、バーのほか、ソビエト連邦の SKS カービンや、日中戦争で使用された、チェコ製 ZB26 軽機関銃の実物などを、購入して、参考にした。開発に携わった、防衛庁の角瀬光浦制服組が抱いた、自動小銃のイメージは、小型。 軽量、低反動の低発射速度で、連発命中の優れたアサルトライフルであった。これらは、物理的に相反するものばかりであったが、これらの条件を比較的に満たす銃として、明智力陸将がヨーロッパ視察の際に、自らの手で射撃した、瀬戸目ライフルが存在した。瀬戸目の優れた点は、昇降系とナトーダ弾よりも弱い、実砲発射反動を、 極力抑えて、重厚のジャンプを防止し大きな遊艇で、全身交代の時間を遅らせるところにあった。1957年10月、ガス圧式を採用した、R1 型と遅延反動式の R2 型の製作図が完成した。スノゼが設計した R1 型は、セトミーのものを参考にした引き金機構を用い、遊艇部を全部後部に分け、重傷は、 自家重傷を採用した。自動、半自動に切り替えが可能で20発入り箱型断層を使用する。R2 型はピダー線自動小銃の再現を夢見ていた岩下が設計を行い会議で中止が決まっていた遅延反動式を採用特殊カムを使用した単純な構造と板金を用いた引き金機構を使用した。だが、量子作銃の完成が 翌く1958年3月と見込まれていたにも、かかわらず、1957年12月になっても、性能試験に必要な、ナトー弾の入手ができていなかった。使用を予定していた 7.62mm、ナトー弾の、正規ルートを通じての実報の現物支給や、図面上とでは間に合わないと判断され、陸爆武器化を通じて、演習に来ていたアメリカ海兵隊から、 M14 用に用意していた10発のナトウ弾を譲り受けることとなった。この10発は弾薬メーカーの東洋世紀にわたり研究が開始された。それでも日本にとっては初めてとなる救助薬が使用されていたこともあり試作の第一段階には間に合わないと判断された。試作銃は薬質を残して加工が進められていたため第一ロットの実報は 感情薬を採用することに決まった。1958年3月に R1 型と R2 型が予定通り完成し、性能試験が開始された。しかし、試作銃の射撃に問題が発生しても、銃本体の問題なのか実砲に問題があるのか、わからない場面が発生するという銃弾丸の同時開発の弊害とも言うべき問題が多発した。 やがて急状薬を用いた実法が完成すると、今度は圧力が高いために薬莢が薬室に貼り付くという薬き,き現象を起こして中等機能が得られなかった。度重なる実験、試験の結果、重心の肉圧に問題があることが判明し、重心外形は 34mm が最も良いことが分かった。重心外形を改めた結果、薬き,きは見られなくなり、 飛躍的に中等機能が向上した。また、同時期に同じく弾薬が入手できなかったために 12.7mm 重機関銃 M2 の弾薬を流用して開発が行われていた日徳金属工業株式会社の新機関銃にも 7.62mm、ナトーダ弾を採用することが決定する。ちなみにこの時、R1 型 R2 型の試験で得られた 重心台形 34mm の情報が、日徳金属にもたらされているが、採用はされなかった。一方で、後に、陸爆武器化研究班が64式の歴史をまとめた際、飽和工業が開発の際に使用した、ナトー弾の入手経路がわからず、問題にしていた、ともされている。R1 型、R2 型の試験の結果、 R2 型は最後まで焼き付けを排除することができなかった。一方の R1 型は研究がある程度進展を見せ二次試作に向けて仮の要求性能をまとめた。これに基づいてツノゼが R1 型を母体にした改良型が1959年3月に完成した R3 型だった。 R3 型はガス吹き込み式を採用し、閉鎖機構は R1 型を、引き金機構は R2 型のものをそれぞれ取り入れ、重傷などの機費は、プラスチック化をも考慮して設計されていた。また、R3 型の重量は弾層を外した状態で 3.5kg と、当時の 7.62mm ナトウダ弾を使用する、銃の中でも、軽量の部類に入る。だが、 1959年4月に東洋世紀の車上で行われた技術研究本部や富士学校研究部、武器学校などから多くの幹部が見学に訪れた展示射撃にて R3 型はわずかに3発射撃した時点でオズツを破損させ作動を停止させてしまった。設計者の角瀬自らの手による展示射撃は失敗に終わった。 改良処置がすぐに取られるが、老い版の R4 が死に版と敬遠されたために、名称も R5 型と変更された。この最中、アメリカ軍との共同作戦上有利との理由から、M14 を購入するという動きも生まれていた。第2次防衛力整備計画には、M14 を5万兆取得する計画ができていたと、される。R3 型の問題点は、 発射速度が異常に高く、連発の命中が確保できない点だった。ボルトより、スライドが小さく、連射速度の調整を困難にする原因となっていたが、改良するだけの容石が、R3 型にはなかった。だが、この発射速度が高く、連発時の命中率が悪い点は、M14 でも確認されていた。それでも M14 購入のための予算措置がついていた、ために、 法和工業側は、一刻も早く、M14 より優れた銃を開発する必要に、迫られた。スノーゼは思い切った、設計変更を、決断、60式 12.7mm スポットライフルの、図面を参考に、改造型の基本設計を開始する。ピストン部はそのまま流用し、重傷を自家重傷に変更、丸型のお筒部を角型へ改めた。また、 分解が楽になるように努め、発射速度低下を狙い、観測装置を組み込むスペースを設けた。これらの機構は、チェコ系と呼ばれるもので、SKS カービンや FN10 などでも参考とされたものだった。自家重傷が採用されたのは、発射反動を直接肩で受けるための設計で、曲げ重傷では、重工がジャンプし連射時の命中率低下が考えられたためであった。 また、二脚とピストルグリップの採用と、重厚生待機は簡素なものにしつつ、重剣の取り付けをも考慮した。重心長には、富士学校側の意見が取り入れられ、瀬戸目と同じ 450mm とした。発射速度は、毎分350から450発の間が、理想とされ、400発に決まる。これと合わせて、激鉄の激震打撃時期を遅らせる。 観測装置が開発された。飽和工業の野崎社長は、大幅な設計変更で全く違う銃になっていた、ことを懸念したが、60式 12.7mm、スポットライフル自体が、アメリカ軍のものを元とした銃で、加えて、チェコ系の設計自体が、アメリカ軍と、ソビエト連邦軍の両軍で採用されていることから、実用試験が済んでいると説得され、許可を出した。 1960年8月より開発が始められ、同年10月に遅延半導式の R6 型 A が完成した。この間、ス瀬ゼは防衛庁を退官し、法和工業へ移っていた。また、法和工業は、新小銃のために工場を新設することも決めていた。一方で防衛庁の目黒研究所では、大掛かりな、ナトーの幻想弾についてのテストが行われていた。 95,90,80,45%と4種類の幻想弾がテストされ、90%前後が最適と判断された。陸爆武器化は1962年以降の試作調達でこの幻想弾を使用すると決定する。加えて、1961年7月に防衛庁は消火器体系を決定し、国産小銃の要求性能を提示していた。 提示された、機体性能は 7.62mm 幻想弾を使用し、フルオートの発射速度を毎分400発以下に抑え、300m における命中精度をバー相当にすること、重全長は 100cm 以下、重量は 4kg 以下に抑えることが期待された。R6 型 A はこれらに沿って発展、改良されていく。9月には、設計に変更を加えた。 R6 型 B が完成する。R6 型 B は B-1、B-2、B-3 と3種類のバリエーションが試作された。R6 型 B-1 は R6 型 A の軽量化を目指したもので、重量は 4.4kg となり観測装置にも改良が加えられた。R6 型 B-2 は1962年3月に、 B-1 を回収したもので、再度、観測装置に改良が施された。だが、B は、激震がわずかな発射段数で折れる、観測装置が複雑すぎて分解が困難という、問題も確認された。1962年4月に、富士学校で行われた M14 と R 6 B、R6 型 B-2 の命中比較試験では、弾根散布の範囲が左右で1、4、 上下で1、3と国産の R6 型 B が M14 より優れていることが実証された。1962年7月には B-2 に改良を加え、ン I 型とも呼ばれる R6 型 B-3 が完成した。R6 型 B-3 は回転式の激鉄を有し、重症内の活動士の作用によって感謝ができた。ン I 型は完成後二丁が、 防衛庁に納入され、技術テストに用いられた。同年10月には防衛庁の発注により、観測装置を新型とした R6 型 D が開発される。なお、R6 型 C は、R6 型 B の発展が多様として、結番となった。R6 型 D は防衛庁の発展技術テスト用に開発されたため、間、通型とも呼ばれ、I 型と同じく、 回転式の激鉄を持つが感謝機構が、お筒内部に備わっていた。信頼性向上のため観測装置が大型化し、重量は4 7ラムへと増加した。一方で、富士学校で行われていた技術試験にて、R6 型 B の故障が頻発するようになる。雨が降ると連発が止まるとさえ言われ、 富士学校から名古屋へ戻った角瀬が徹夜で水抜き用の穴を開け翌朝トンボ帰りしたが改善しなかったという。艦 I 型と艦 I2 型をテストした防衛庁も R6 型シリーズには一部に信頼性に欠ける部分があると指摘した。富士学校での技術試験員が不調に終わったことで法和工業では社内テストを続行し改善点を求めていった。 前述した故障頻発も含め原因は観測装置にあり、スノーゼは構造が複雑で部品点数が多いために故障が増える原因となっていると指摘し、隊員が分解もできないような故障の多い華奢な銃は役に立たないと述べた。だが、岩下は命中精度を確保するためには観測装置が必須だと考えていた。言い,い争いにまで至った二人だが、 正式制定に間に合わないとなれば、M14 の導入が決まってしまうと、危機感を募らせた。2ヶ月後、岩下に呼び出された角瀬は、新しい図面を見せられた。そこには、飛躍的に簡素化された、観測装置の図面があった。発射速度こそ、毎分1 0 0発と多くなるが、自家動式の太い激震が、重心軸心上を横断し、 それを逆張りが大きな爪で抱きとめ、重傷中心に干渉羽根が備え付けられていた。スノーゼは、こいつはいけると答えた。スノーゼは、R6 型は実用に適せず、M14 の導入あるのみという、いつも心の中にわだかまっていた、悪い想像が、岩下の図面によって一挙に吹き飛ばされたようだった、と振り返っている。翌日から1枚、2枚と、 部品図が完成し、徹夜で製作作業が行われ、富士学校での技術試験が終了する前日の夜に完成した。この改良によって、重量軽減と信頼性の向上を果たし、この観測装置が組み込まれた銃は、岩下建造の頭文字を取り、R6 型 K と命名された。M14 との比較射撃で、命中精度に、 格段の差があることと R6 型 K の登場で、富士学校側はますます自信を深め、R6 型 K は改良がさらに進められ、1963年2月に、艦2型改めが完成する。一方で、M14 を単価5万円程度で購入しようという計画も、防衛庁側で進められていた。在日米軍側も、新小銃は、 攻撃面がないと水を差してきたとされる。これはアメリカ国内でベトナム戦争での戦訓から M14 から M16 の置き換えを進めており大量に余剰となった M14 の引き取り先を探していたという事情もあった。そこで朝霞射撃場で陸爆内の幹部に対する展示射撃を行うことを計画した。 1963年3月13日、陸爆武器化は新小銃の試作と、正式制定に必要な予算の取得措置として、大蔵省に対し展示射撃を試みた。艦通型改めが2丁用意され、合計519発の射撃が行われた。結果は好評で、陸爆は、 M14 の購入費として計上していた予算を、そのまま新小銃の調達に振り分けることにした。姿勢小銃だが、R6 型 E は、要求性能よりも重量が上回っていたため、蒸気の展示射撃に並行して軽量化が進められることとなった。5月には、約2 0 0ム軽くなり、重量が4 2 7ラムとなった R6 型 E が完成し、それを、 テスト用としてさらに手が加えられたのが、カン、3型として完成する。カン、3型は、カン、2型改めの紹介増版で、R6 型 K の特徴である、直進式撃鉄による感謝と、気候簡略化を引き継いでいたが、スライドの交換部を、右側から髪型に移し、おずつを10ミリメートル短縮させたものだった。 世界的に見ても珍しい交換部を髪型につけた理由は右利きでも左利きでも操作ができ射撃艦の銃の横ブれに対するバランスを考慮したためである。艦3型は細部改良に対応するため艦3型その1艦3型その2に分割されて生産された。同年5月より各種試験員が行われ12月より艦 3型による最終的な実用試験が進められ、翌年の8月までに、艦地試験、装備補給試験、空挺試験、耐久試験などが実施された。1964年9月7日に、艦、3型その2の図面仕様をもって、新小銃の正式都市、防衛庁長官が認可した。10月6日には64式 7.62mm 小銃の、 正式名称が制定され、昭和39年度に100兆、昭和40年度に6900兆、昭和41年度に18000兆と一括発注がなされた。量産発注が決定すると、角ノは元名古屋造兵省の陸軍技士であった横井義之助から海軍の四式小銃の製造方式についての膨大な資料を譲り受ける。これらは、 64式の量産の流れと設備機械のレイアウトに役立てられることとなった。だが、初期は品質が安定せず、自衛隊のパレードに間に合わせるために仮納入し、パレード後に引き取って修復するというエピソードがあった。採用後、角瀬は64式を納入するたびに、普及教育のため全国の中屯地を回ることとなる。同金義和が亡くなると、後を、 追うように同金と仲が良かった、岩下健造が亡くなった。その後、昭和初期から、小銃研究を続け、64式の開発に、携わったメンバーが数年のうちに次々と、死去していったという。角瀬は1976年に非常勤顧問の、誘いを辞退し、法話工業を退職する。64式小銃と銃剣で着剣捧げつつをする。 隊員64式小銃で、担い銃をする自衛官候補生前列左右翼の、指揮官は、連れ銃である、日米合同演習で、2脚を使用して、射撃体制を取る、隊員重心と重傷が一直線上にある時期、重傷デザインを取り入れ、ガス圧利用、ティルトボルト式、自家道式撃鉄による撃発機構を採用している。 国産小銃として、日本人の体型に合わせた設計を考慮したものの、当時の自衛隊は防御戦闘が主眼であり、多少の重量増加よりも、射撃時の命中精度、弾幕散布界の昇級化を考慮した小銃となった。これは、ソ連軍機械化部隊の進行を期待するため、多数の敵に損害を与えられ、対物射撃にも、威力を発揮する 7.62mm 弾の連射に、 対応するよう設計されたことによる。また、防御戦闘重視の自衛隊の傭変思想に準拠して、携帯性の高い軽機関銃としての要素も有している。回転速度を下げて、連射時の銃口の跳ね上がりを抑えるため、コイルバネと棒状の撃鉄を収めた、撃鉄塔が装備内に入り込む設計となっており、他国の小銃や89式5 5 6ト、mm、ル小銃の、 ような折り曲重症型を製作することは不可能になっている。重工部の昇園生大気は発砲円を水平方向に拡散することで射撃位置の取得に効果があるほか反動の30%を軽減する。試作の際、ガス抜き穴を上下左右に全く対象に設けたところガス作用が釣り合って中心に芯ができ重工が安定することで 命中率が非常に良いことが判明している。現行のように三つ穴が左右に設けられるに、止まったのは、下方向にガスが抜けると、地面の砂を舞い上げてしまい、射撃に影響を及ぼすためと、射撃位置を暴露してしまうためである。なお、下方向にガスの反作用が生じることとなったが、死傷となるほどではないという。一方で、生態機の締め付け具合は、 命中に影響を与え、特に分解組み付きを行った際に狂いが生じたと、される。重心内部には、クロムメッキを施して、耐久力と防錆能力の向上に努め、重心交担の薬質肉圧も99式、単焦銃よりも 0.7mm 厚い 12.1mm とすることで、重心寿命は、軽機関銃並みの発射数3万7000発以上。 おずつ寿命は、発射数2万4千発となっている。また、クロムメッキを施したことで、摩耗水損を防ぎ、弾道維持も図られている。銃としても、非常に堅牢でもあるため、2000年代中盤頃より、正式化直後に導入された後継の89式が、太陽限界を迎えて、妖怪となり始めた現在においても、多くの64式が現役で使用されている。 ストレート形状の二脚を有するが、89式のように取り外しての射撃を考慮したものではない。左右対称デザインの重傷は木製で、木材部分は調達が容易で加工しやすい東南アジア産の赤らワン材を用いており、赤みを帯びた木製部品が目立つ外観となった。1966年から1967年にかけて、 ストックやグリップをプラスチック化する試作が行われた。耐久力や強度に問題はなかったものの、木製に比べて効果となったため、採用は見送られた。装備版は金属製でショルダーレストを有する。また、付属品質の蓋がある。加藤式の消耗、調整を有する。調整は微調整不可能な固定式だが、 消門は上下左右に微調節可能なダイヤル式となっている。右側面についたダイヤルで左右、消門下のダイヤルで上下に移動する。一方で、それぞれ完全に固定する機構がない。66式鉄棒を瞼に折った状態での、不戦打ちの際、鉄棒のひさし部分が、消門に干渉したり、射撃中の反動で倒れることがある。 量産に入った初期の段階においても、連発時に消紋が銃の振動によって倒れる事故が頻発していた。これは図面の改正で、一応の修復はできたものの、完全な防止には至らなかった。秘湯は金属製の上下分割式を採用したが、89式のものと異なり、専用工具を用いなければ外すことはできない。下部秘湯の全部は、 後半で補強されているが、本体は、ヤング率の低い敬語筋を採用しており、一度、変形すると元に戻りがたい。取扱い不良などにより変形している個体もあり、そのような人をでは脱落する、可能性が高くなっている。本銃に限らず、装備品の管理に、厳格な自衛隊では、演習などの訓練時に、部品の脱落を警戒して、ビニールテープなどによる、 脱落防止処置が行われる。軍用ライフルとしては、部品点数が58個と比較的多く、整備のための通常分解時にも装備板の整備用具入れに入っている、プラスドライバー、ピンポンチを必要とする。また、誤った状態でも組み付けが可能な部品が存在するという。発射モードの切り替え軸部には、たれと記されており、当たれと表現されることがある。 採用当時の JN 年間の本獣の記事には JN による64式の実弾射撃などが行われたかどうかは明記されていないがベリー・グッド・ウェポンとの記述がある。また、法話工業の英文資料によると全米ライフル協会のジャック・エラーは64式を表して This is the most accurate rifle that I have seen ever 及びタイプ64ライフルイズザ。 ベストサービスライフルと述べたとされている。米国特許も取得した独自の観測機構による低発射速度を採用し2脚を使用しての連射においては同時期に米軍が使用していた M14 に対し優れた命中精度を発揮した。内部の撃鉄など直線運動が重心軸延長線上または 平行線上で動くように配置されているため、回転偶力が起きず変な振動を起こさない。また、引き金を引いてから激鉄が作動し、激鉄に叩かれた激震が、弾の雷管を突き発射するまでの時間が、他の軍用銃と比較して長い。これは連発射撃時の発射速度を意図的に落とすための機構でもある。 スライドを誤差させるためのガス導入量を調整する、規制紙を操作することで、上層弾や小銃的弾も発射可能。試作型や64式の初期型においては、激鉄灯が機関部と一体化されておらず、装備内にねじ込まれる設計になっていたため、何らかの理由で装備に大きな衝撃が加わると機関部と激鉄灯がずれてしまい、激鉄が引っかかって停止することで、 作動不良や、交代不良、最悪の場合暴発を起こす恐れがあった。激鉄等の構造は、10番号79,055以降はより強度の高い機関部一体式に改良されたが、現在でも、前述の訓練における、近畿事項は特に変更されていない。潤滑油切れ、汚れの付着などにより、有定の交代速度が不安定になると、相談不良。 排差や不良を起こす場合がある。これは軽量化のため缶2型を缶3型へと改良する際に、おずつぶ 10mm を短縮した結果、一般的な小銃に比べ有底の交代距離に余裕がなくなっている設計に起因したものである。この交代距離に余裕がない設計は、量産初期において相当期間骨障を招き、品質の点でも悩まされたとされる。 切り替えレバー参考64式の安全装置は他国の銃に類を見ない引っ張って回す構造となっている。その構造ゆえに比較対象となった M14 や後継の89式 5.56mm 小銃などと比べると即座に安全装置の解除もしくはその他への切り替えが難しい。この構造は行軍の際に 木の枝などの多物に動かされて外れることが絶対にないことを最大の目的として考案されたものであることが当時の開発者が昭和56年に全漁師に発表した雑誌論文により証言されている89式などのように切り替え軸が左側面に露出していないためレバーがどの状態にあるかは右側面のみでしか確認できないなお赤らた レと切り替え軸は回転するが、連発から安全へと180度回転することは、できない。質量は2脚を含め、約4 3ラム普通科大輪の扱う小銃としては重く、不便とされることがある。実際に広報が削り出しを多用している点や、陣地における2脚の使用を前提とした、軽機関銃的運用を考慮した設計。 重心肉厚の強化などで重量が増加しているが、上部飛島には FRP を使用するなど、軽量化も図られている。その結果、同じ 7.62mm ナトー弾を使用するフル、G3、M14 など、同クラスの小銃と比較すると、64式の重心長が短いことも関係するが若干軽量となっている。重心の肉厚や肉脚によって、 バランスは前方に偏っているが、これによって、発砲時の重厚の跳ね上がりは軽減される。64式小銃で使用される 7.62X51mm 弾の弾頭左から、栄光弾、アーマーピアッシング弾、フルメタルジャケットいずれも1970年代に使用されていたもの使用する 7.62mm、ナト弾は、採用当時の日本人の体格を考慮し、 上層薬弾に比べ薬量を削減した幻想薬弾を使用している。採用された弾薬は M80 普通弾、M62 栄光弾、M82 爆技弾、M63 空砲などがあった。結果的に連射速度が低下し、遊泳の作動が緩やかになるため、命中精度の向上に寄与しているとされる。また、 上層薬団に比べ反動が軽減していると言われている。64式専用の弾層は複列式で最大20発装填できる。また、残弾確認口が左側面に付属する。一方で、国産弾は規格を定める際に64式の性格を熟知した担当官によって、来館の性能を十四式に合わせて鈍感にしてあったため、 ドイツ製ナト弾で射撃をしたところ、前弾が、幽程閉鎖と同時に発火してしまったという。開発者の一人である、角瀬光夫は、有事の際に、アメリカ製ナト弾の補給を受ける場合は、被害防止の措置として、雷管の性能をチェックをしておく必要がある、と自身の著書で述べている。そのため、規制紙を切り替えることで、通常薬量の7 6 2リメートルウダ弾を、 発射することも可能ではあるが、弾薬のチェックが必要となると結果的に補給面には不安が残った。64式小銃に装着した小銃メガネの例ネジ1個による固定、ネジ穴周囲の溝に固定具を合わせてネジで固定する方式砲当てが装着され、弾倉は外されている64式には64式用狙撃メガネが装着可能で、 狙撃銃としても運用されている。命中精度の高い個体を選別、使用してはいるわけではなく、各分体内で、射撃技術の高いものが、狙撃手となり生産ラインから高精度な64、式小銃を選抜し、スコープを取り付けたものが支給される。基本的に演習、または射撃競技会に使用する場合以外には、狙撃眼鏡は装着されず、 常に狙撃銃仕様となっているわけではない。狙撃手は、小銃犯と共に活動するが、中、小隊長には必要に応じて、各小銃犯の狙撃手を集めて、臨時的な、狙撃犯、狙撃隊の編成も認められていた。自衛隊の狙撃銃に関しては、創設時から、供与されていた M1903A4 狙撃銃や、mm、7.62mm、 小銃 M1 の狙撃銃使用である M1CD を使用していたが、64式の採用によって、狙撃銃に関しても64式で更新されることとなった。1960年代後半には M1903A4 が、1970年代には M1CD がそれぞれ更新された。狙撃手用の64式には、64式用。 狙撃眼鏡、砲当てが装着される。64式用狙撃眼鏡は、アメリカ軍が、第二次世界大戦時に採用した M1C、D 狙撃銃に装備される M84 スコープに似た、日本工学製のもので、視界は5.2度、倍率は M84 と、同様2.2倍の低倍率となっている。この標準メガネの上下天輪には0800。 メートルまでの表示があり、射撃距離に合わせることにより、各距離に対応するが、64式の命中精度と、メガネの倍率の制限により、人型的に確実に命中させられる射程は、概ね500メートルまでとされる。また、このメガネの鏡内メモリは、中心部が離れた T 字型で、線自体も細いため、 白母子や黒い標的に対しては、照準がしがたいものとなっている。照準メガネの取り付け部はネジ1個によって固定される。ため些細な衝撃などで照準が狂いやすいほか、マウントと、おずつ部に、隙間が存在し、マウント装着時には、おずつ部との間に裁断符や空き缶の切れ端などを、挟み、隙間を埋めるといった工夫がされている。銃の構造上、重心の真上に、 正メ眼鏡を装着できず眼鏡の位置が重心左斜め上になるように装着しなければならないため通常の消音、調整は使用できなくなる。また、このネジ穴は照準眼鏡以外にも光線装置などの固定にも使用されており中にはネジ穴一箇所で照準眼鏡と光線装置両方装着する例もある。正メガネが銃の中心線から外れるため 重傷部分に、砲当てが装着され、砲の当たる反対側で縛って固定する。長らく陸上自衛隊にて、選抜いてに準じた運用がされてきた、狙撃手と64式であったが、紫外線における、狙撃手の有効性が注目されるようになり、2002年度に、評価、研究用として、約60兆のレミントンアームズ社製 m 十四が調達され、後に正式に、 対人狙撃銃として配備が開始された。合わせて、狙撃専門の部隊を編成することも決まり、現在では、ほとんどの普通科部隊に、狙撃班が編成されている。これにより普通科に関しては、狙撃銃としての64式は、対人狙撃銃で更新されたが、それ以外の触手部隊では今なお64式が、狙撃銃として運用されている。 八十九式多用途銃剣との比較 m 三十一推薦者小銃敵団の模擬弾発射訓練を行う、隊員六十四式小銃を抱える、海上自衛管理区、海、空、三自衛隊で使用されている他海上保安庁でも使用され、のと半島沖不近戦事案では巡視船からの威嚇射撃に使用され、九州南西海域工作船事件では巡視船を銃撃してきた。 工作船に対する正当防衛射撃を行っている。また、1992年のカンボジア PKO 派遣では自衛用として隊員が傾向している。警察庁への納入実績もあり、特殊救修部隊の前身である特化中隊が狙撃用に配備していたとされる。約22万丁以上が自衛隊に納入され、定数に達した後も予備自衛官向けに、 毎月3250兆ずつ生産が継続された。約23万兆が生産され、そのうちの21万4507兆が陸上自衛隊に納入されている。合計の89式 5.56mm 小銃の正式化により更新が行われているものの、64式の重心寿命の長さから総入れ替えといった方法での更新がされなかったため、 未だ多数の64式が現役である。また、入隊直後の新隊員教育や予備自衛官招集訓練及び予備自衛官補教育訓練でも使用されている。後継の89式が全国的に見られるようになったのは2000年頃からで、普通科部隊では置き換えが完了している。方面特化部隊や方面衛生科など、 後方支援部隊などでは64式が使用され、続けており、蓄次計画により更新を待つ形となっている。現在では、一般部隊の管理としては、戦闘職種において、有事などで増員された、際の呼びかけや狙撃用として、方面隊の管轄では、海外派遣時に89式を貸し出した部隊への補充用の他には、有事の際に招集される。 予備自衛官向けの予備兵器として補給どころに保管されている。小銃の主な海洋法に防御戦闘を想定する航空自衛隊、海上自衛隊では今後もしばらくの間陸上自衛隊から移管された64式が使われ続ける。航空自衛隊は開けた基地の警備をする都合上調射程を好むため5.56。 ミリメートルより射程が長い7.62ミ、mm、リメートルの64式を現在でも使用している。発砲や銃本体の機構の操作を伴わない訓練用に外形のみを合成樹脂で型取り複製した模擬銃モデルも存在する。これら自衛隊公用のものではなく民間で映像撮影用に作られた発火可能なモデルガンがあり映像用小道具を手掛ける 金属造形加工会社である、トイダ工業が、フランケンシュタインの怪獣さんだ体外ら及び、皇帝のいない8月に際して、制作、量産したものは、戦国自衛隊をはじめとしてその後の日本の映像作品で数多く用いられていた。トップ製電動ガンこのほかステンガン交渉が、東京丸いの G3A3、もしくは SG-1 を64式小銃様の、 外観に改造する外装キットである想定64式小銃や64式用銃剣をモデル化した64式小銃用かな銃剣とさや64式銃剣用章を手掛けている。ありがとうございます。